生まれの MC カーナー。そうだそうだ、お疲れ。メガネ曇ってここ山形。ということで、次はお風呂セットだけ持って赤塚くんと温泉に行きますよ。自分が撮られた動画見て大爆笑してる人。面白いね。そう。風呂入りましょうね。風呂。休日だから。そう。美味しいお酒が飲めそうですね。そうです、はい、久しぶりに昨日酒飲んだから、うん、風邪ひいてないわ、うん、山形来た時に飲まされるぐらいだね。いやお酒も美味しいですからね。そうですか。豊子ちゃん、ね、初だもんね。そう初ですよ。2年ぶり2年ぶりじゃないかな。体調来たの。そうじゃん。だよね、ナイフ一致したもんね、うん、俺ナイフ一致した時に、うん、安田大サーカス来たよね。あ、団長来た、ね、団長来てたよね、うん、団長になんか売ってたよね、うん、団長ギアキーパー買ってくれた。ねぎられたわ、うん、そこねぎんなやって思ったけどかっこ悪い。本当に俺に芸能人オーラは通じない。昨日結構ね、飲んだ方だな。ああ。俺ガンガンついてたよね。うん、そう。もう下手なクラブのホステスさんよりついてたよね。二人でね、20本ぐらいの缶中は。そんなに飲んだの？すげえな。ですからいいですよ、いいですよと。いいね、このなんか運転してますね。ということで、山形といえばお風呂、温泉、はい、とアイス。エンジョイアイス。エンジョイアイス。アイスはい、ということです。大変山形の温泉はディスタンスが取れている。そうじゃない？最高でしたね。水風呂がね、相当冷たいここは。そういうこと。ああ。胸までは行ったけど、胸から肩、首筋行ったらちょっと俺潜ってたよ。水泳だから。スキューバダイバー。スキューバダイバーだ。気持ちいいわ。俺もサウナ好きで、サウナーって言わ、サウナーなの。サウナーなのよ。お、何セット入ったの？これは8分3セット。はあ。整いましたか？整う。整った。整ったね。いやーもう温泉入った後はもう黙るからだね。うん、じゃあ動画撮んなよ。でもエンジン入れてこう。エンジン入れて。そうっすか。人生1回しかないんだから。ほんとよ。今日でもそんな食ってないでしょ。うん、多分、うん、今日ホテルでさ、うん、朝飯フルコース食った。あー、ちゃんとなんだっけ。それデザートで、あの、うん、香水っていうところでクリスマスパンケーキをデザートで食いに行って、それからこう蕎麦の特盛を、そうそう、特盛、昔盛りっていうんだけど、ね、昔盛りっていうんだ、うん、十分食ってるじゃん。今せっかくだからね、山形を食べていただかないと。休日だから。そう、仕事じゃないからね。そう、
ということで今度はあの豊子町に行ってあのオフ会オフ会誰も来ないオフ会ねえ、あら、ありがとうございますね。ということで頼もしい一人が来てくれました。二人してうちの M65 来ちゃってね、ありがたい。じゃじゃーん、ここが噂の豊子町だ。どうなってんの。なるほどね、そういうことになってんだ。寒いからこうあれしてんだよ。あ、なるほどね。でこの人 ちなみにこの豊子町の村長さんです。そうです、私が村長です。村長です。はい、村長、はい、